私はギルと申します。インドネシアから参りました。明日から都市部中の電産社の連携部の SMC で働きます。今回私は日本語の研修だけではなく他の研修もありましたので、全部の研修についてお話しします。3ヶ月間にわたって3ヶ月間にわたって3ヶ月間にわたって日本語の勉強だけではなく、ビジネスマナー、日本の文化、ものづくりなど東芝で働く前にいろいろと大事なことを習いました。私の来日は去年の10月30日でした。その時成田空港から特別なバスに乗りました。道を走っている時、右と左を見ると心の中で繰り返し、何それ何それ、全然わかんないと質問していました。まあ私で見た文字は全部難しい漢字なので、難しい漢字で書いてありましたので全然読めませんでした。もう一つ、元住吉寮に着いた時、エシャリの人からたくさん東芝で働く前の準備について説明してもらいました。もちろんその時の日本人は日本語で話しました。もちろんその時の説明を全然わかりませんでした。まあ日本語の研修のおかげで今町の文字を見てだんだんわかるようになっていって、日本人と簡単な日本語で話すともできるようになってきました。実は大学3年生の時、私は東芝府中でインターンシップ生として働いていました。その時日本語が全然わかりませんでした。秋葉原のメイドカフェのニャンニャンとモイモイという言葉しかわかりませんでしたから、とても大変でした。今はその時に比べるとずっと日本語がわかります。渡辺先生と小宮山先生のおかげで私の日本語がこのぐらいになりました。3ヶ月間で先生をはじめクラス A のクラスメート、黒川採用者は私の家族みたいです。だから明日から別れるのは寂しくてたまりません。また時間がありましたら一緒に遊んでいただけませんか。一方、明日から職場で働くわけですが、今からドキドキしてます。この程度の日本語では十分ではないのではないか、She's a leopard. Watanabe sensei, Komiyama sensei, Murakoshi sensei, Ronan-san, Eshari no hito tachi, iroiro oseo ni natte, kokoro kara hontou ni arigatou gozaimashita. Ask me to. Dewa, kore de watashi no speech o owarimasu. Okiki kudasai mashite, arigatou gozaimashita. ありがとうございます。離れてもみんなここにいますので泣かないでください。今日は少し今時間があるのでここでちょっと緊張をしたいと思います。 Thank you.